ボーグ&メルシェの自動巻き時計、Kブランド、REF65367 です。同社のハイクラスコレクションから登場した、高級感のある洗練されたデザインに、デカーツボディが映える、ダイバーズスペックのスポーツモデルです。文字盤は放射仕上げのシルバーカラー。立体的な夜光インデックスと特徴的なソードハンドの組み合わせ。3時1にレイト表示、6時1にオーバル型のスモールセコンドが配された実用性の高い風防デザインです。SS ケースはねじ込みリューズ、本格的回転ベゼルのデカーツフォルム。裏蓋は防水性に優れたスクリューバックです。バンドは専用のワンプッシュ式両開きハードブレスレットを装着しています。プライベートにはもちろんビジネスシーンでもお使いいただけるボーグ&メルシェの一品です。コンディション、ダイヤル、文字盤、特に目につく大きなダメージはありません。文字、メモリのかすれ消えもありません。針、インデックスにサビなど出ていません。ケース、裏蓋、シレ、小傷が認められます。裏蓋は刻印は鮮明です。へこみなどもありません。風防、特に大きなすれやスクラッチはありません。装着しての日常視認性も十分に確保されています。ブレス、ボーグ&メルシェ製です。すれ、小傷が認められますがすぐに装着可能です。操作方法、ベゼルは左方向のみに回転します。ねじ込みリューズを解除します。ゼンマイを巻き上げます。一段引いて回すとレイトがチェンジ、二段引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。操作後は締め込みます。付属品、ボックス、レッカーリ、トリセツ、コマ2つ。日差は24時間の実測で30秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。ラグ幅は20ミリ、ケース径は約40ミリ、リューズ含まず縦ラグからラグまで約48ミリ、厚さ約14ミリ、風防含む腕回り現状 17.5 センチ前後です。時計の外観コンディションや精度など詳細は概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。